ははいこんにち魚です最近ですね私の友人にですねガラケーからスマホに変える方もですね多くて、まあ、そういう方向けにですね動画を配信しています。今日はですね基本の基本なんですけどもスマホってていいいいううのは何かとと話をしてみたいと思いますこの動画はですね特にこれからですねスマホを購入してみようという方とかですねあとはスマホですね買い換える とかっていうことをですね考えている方にまあ参考になるんじゃないかなと思います私ですね使ってるスマホを使ってる方によくスマホって何なんだろうねという話をするとですねもう若い方はですね圧倒的にゲームとかですねあとはですね youtube でですねヒカキンさんとかはじめしゃちょーさんを見るとかっていう話でまあ、おじさんも youtube やってるんだよという話をするとですねまあ、基本的におじさん見ないとかって言われます スマホは基本的には電話なんですけれどもざっとです、ね、思いついた項目をです、ね、今ちょっと話をしてみたいと思いますまあ電話はですね、えー、普通の電話とか無料電話とかですねあとビデオ通話とかあとグループで,です、ね、何人か話すとかっていうことができますよねあとまあ写真が撮れるこれ撮ってる方多いと思いますあとその写真をですね SNS ですねに投稿することもできます あとビデオカメラ、ビデオカメラ最近綺麗なんですけども、ビデオカメラで,ですね動画を撮って、それをですねスマホの中で編集してですね YouTube にアップするとかということもできます。あとはボイスレコーダー、昔はねこういうボイスレコーダー、小さいの持ってましたけども、今はこの中ですねボイスレコーダーの機能もあります。あとは地図ですよね、これも皆さんよく使われると思うんですけども、まあ、Google マップとか、ですねあと,あ,あとはですね iPhone のマップとかで、ねまあ、世界中のですね地図。 まあ、あとはクイックツアーと言ってですね、まあ、そこを旅行したような気分にねなるような機能も入っています。まあ、あと本が読めますよね。kindle とかですね、あとは漫画なんかもですね、読むことができます。あとは、えー、映画ですよね、とかテレビドラマもですね、Hulu とかギャオとかですね、Amazon プライムとかですね、あとは Netflix。えネットフリックス とかですね。まあ、いろんな動画コンテンツを見ることができます。まあ、動画ということで言えばですね。まあ、今見ていただいてるこの youtube も見られますし。あと若い人はですね。結構ティックトックなんかもですね。よく。 見たりあと自分でですすね投稿しししたたりしていいるる方もたくさんいらっしゃると思いますあとはラジオですよね、ラジオね、ラジコとか使ってる方とか、あとは NHK のラジルラジルですか、を使ってる方もいらっしゃると思うんですけども、ラジオなんかですよね、まあ、ここ関東なんですけども、関東以外のほとんど日本のですね他の国のラジオも聞くことができます。時計の機能でいうとね、ストップウォッチとかアラームとかですね、タイマーとか、目覚ましロケ使ってる方も多いんじゃないでしょうか。 あとは買い物ですよね。アマゾンとかですね、楽天で買い物もできますし、あとは自分で不要になったものをですね、売ることもできます。メルカリとかヤフーオークションですけれども、えそちらを使ってですね、売ることもできます。あと細かいこと言うとですね、こちらが磁石になったりですね、ですから恵方巻きの時にですね、運がいいですね。 包囲をこれで見つけてですねそちらに向かってフォ方巻きを食べるとかってもできますよねあとは大工さんが使うやつで水平形というのがあるんですけどもこういう水平を見るものがあるんですけどもそれもこの中の機能に入ってます あとはカラオケですよね。カラオケの練習行かれる方もいらっしゃると思うんですけどもカラオケのね、えー、アプリなんかもありますので、ね、カラオケの練習あとはですね普通のアップルミュージックとかスポティファイとかですね、音楽を聴くサービスの中でも、えー、歌詞がですね、こういうふうに表示されますので、まあ、カラオケの練習ができますあとはですね例えばペンライト、えー、ライブなんか行ってですね、えー、こういうふうにペンライトで光らせるものがありますけどもそんなものもアプリでありますあとは楽器 ですよね、えー、この中に私三振とですねピアノの楽器が入ってるかなえー、まあ音がどうかっていうことは別にしてですね、まあ、簡単にですねこの中でですね、えー、そういう楽器も弾くことができます。 あと、翻訳機能ですね。Google 翻訳とかあるんですけども、今度ですね、iPhone の中にですね、これで翻訳機能、あ通訳機能がついたみたいです。ですから、ここに外人さんがいらっしゃったらですね、外人さんとですね、まあ、例えば中国語とか英語とか選んでですね、これでですね、通訳みたいな形でですね、できるという、というような機能がですね、追加になるみたいです。すごいですよね。 まあ、あとはですね、文章がいろいろ作れますよね。えー、ワールドとかエクセルもこの中に入っていますので、えー、例えば仕事上のですね、文章をです、ね、ここで作って、えー、それをですね、まあ、プリンターがなければコンビニに入ってですね、コンビニのプリンターにですね、でプリントすることもできます。そんなこともできます。 あとは、ですね、えー、例えばクラフトとかなんか自分で作ってものを作っている方はですねそのものを作ったものをここスマホの中で,ですね販売することもできます。私もちょっとやってるんですけどもそんなこともできます。あとはねカーナビができたりあと電車の乗り換えなんかは今はスマホがないとですね本当にちょっと不安な状態もあるんですけども、えー、そんな感じで,です、ね、いろいろできます。あとそうだあの支払いができますよねコンビニ行ってですね。えー クイックペイとかですね、あとアップルペイとかですね、まあ、いろんなペイができてきて、本、え、当、ー、スマホ1つ持ってればです、ね、電車も乗れるし、あとはですね、えー、支払いもできるしというような感じになっています。ので 本当に、えー、将来どういうふうな、ね、使い方ができるかっていうのが楽しみなんですけどもざっとそんなところが私が思いついたところですもしねもっと便利な使い方とかねこういう機能もあるということがあればですねコメントで教えていただけるとありがたいですこれでですね、まあ、皆さんが持ってるスマホなんですけども私がですねよく使ってるスマホはどこのスマホとかですねお聞きしますと結構ね iPhone を使ってる方は私の iPhone いいう方が多んんですけどもなんかアンドロイドのスマホを使っている方はですねちょっとななな,なんかよく分かんないっていう方も多いような気がしますそれでですねスマホにはですね iPhone と Android とですね大きく分けて2つあるんですけどもこの iPhone というのはですね Apple という会社が作ったスマホなんですよね。方やですねこのの android というのはいうはろんな会社 がメーカーカさんですね、えー、作っていますですでから iPhone はですね Apple でしか作ってないんですけども Android はですね例えば日本で言えば富士通の a ロー o という Android があったりですね Android のスマホがあったりあとはですねソニーで x p e r i a とかというですねスマホもありますしあとらくらくスマホなんかもですね、えー、Android のスマホになります。 ですから、富士通で作った iPhone というのはないんですね。まあ、そういうような感じになります。それもうちょっと分かりやすく話してみますけども、えー、これがですね、例えば iPhone だとします。この中にですね、これはですね、この箱だけなので、中にですね、こ iPhone を動かすためのソフトウェアと呼んでいるんですけども、それが入ってないと動かないんです。iPhone として動かないんですけども、それがですね、この中を見ますと、ですね、この iOS というですね、 ソフトウェアが入っています。iOS くんとですね、呼、えー、んだ方が分かりやすいかなと思ってくんにしたんですけども、これが入っていることによってですね、これはですね、iPhone として動くわけですね。かたやですね、Android の場合には、まあ、こちらの名前は iPhone なんですけども、かたや Android の場合には、富士通の場合は a r r o w s という名前でですね、売っています。それで、この中にですね、今度は、えー、と Android くんというですね、 いわゆるソフトウェア、これを動かすためのですねソフトウェアというのが入っています。それでですねこちらはですね、アローズとしてこれが動くわけです。そんなイメージです。先ほどちょっと話したんですけども、iPhone というのはですね、Apple という会社が作っていて、この中の iOS というのもですね、これも Apple で作っています。こちらのですね Android の方はですね、 こちらの機械というのは例えばこれ富士通アローズとかさっき言ったソニーで言えばエクスペリアとかですねいろんな会社さんが作ってますでこのアンドロイド君というのはですねこのソフトウェアというのはこれはグーグルという会社が作っていますそれグーグルという会社でもですねこういうスマートフォンというのを作ってますそれはですねグーグルピクセルというこちらがそのスマートフォンになるんですけどもそういう形になります ここで,です、ね、よく私はスマホ買いたいんだけどもどこのメーカーというかどのスマホがいいのかなっていうふうに相談されることがあるんですけども私がですねお答えしてるのはできるだけ例えば子どもさんとかお孫さんとかですね親しくしてる友人の方がいらっしゃればその方が持っているスマホと同じメーカーのスマホを買うといいんじゃないのかなというお話をしています。これれはです、ね、iPhone であればですすねね iPhone iPhone あばの 使いい方っていうのはほとんど同じなんですけどもただ、ですね android の場合にはですねメーカーさんによってですね多少使い方が違うんですね基本的な使い方っていうのはかなり一緒なんですけどもメーカーさんによってですね例えば GooglePixel 例えばですねこちらの Google のスマートフォンですとここのですね電源ボタンを押したときにここにですね電源を切るとかこの画面をですね写真撮るとか という表示が出てきたり他のもの他のメーカーさんの場合にはですねただ単に電源を切るという表示が出たりという形で多少違ってくるので、まあ、できるだけですね同じものを使った方がいいんじゃないかなと思いますで中にはですね Android の方には私が持ってる、ね、Oppo というスマホの場合にはです、ね、Android なんですけども、えー、その Oppo という会社でです、ね、Android をベースにして独自のですねソフトウェア まあカラー OS という名前なんですけれどももそれを作っている場合もありますですでからまあ同じ Android よりもですねだいぶ操作が違うのでそういう意味でですね相談できる相手がですね持ってるスマホを買った方がいいんじゃないかということなんですけどもどのぐらい違うかちょっとこれから見てください。えとこちらとこちらですね同じ Android のスマホなんですけどもだいぶ操作の方法が違いますのでちょっと見てください。例えばですね下から 画面を上げました、こういう形になります。それで、ここに、えー、今ですね、立ち上がってるアプリがあって、こういう形で収入ができてくるんですけども、こちらの OPPO のスマホですと、下から上げるとですね、iPhone みたいなコントロールセンターが出てきます。またこちらですね、Pixel の方は、こういう形ですね、ここにコントロールセンターみたいなのが出てくるんですけども、えー、こちら OPPO の上ですね、通知センターがここに来ます。 こちらのですね、OPPO はこちらには何もないんですけれども、ピクセルですと、ここのですね、Google の方のウェーブのところが出てきますね。こんな感じで,ですね、だいぶですね、使い方が同じ Android でも違います。今日はですね、中高年のスマホということで、本当に基本的にはですね、スマホというのは、スマホというのは何かという話をしてみました。私もそうは言っても、すべて使いこなしているわけではないので、 えもしね、この動画を見ていただいて、ちょっと説明が違うとかですね、まあ、たまにコメントいただくんですよ。それ違うやろみたいなね。えーまあ、そういうこともね、教えていただければ、私、また勉強しますので、よろしくお願いいたします。えー、最後にですね、えー、ぜひ、いいねボタンとですね、チャンネル登録もしていただけるとありがたいです。それではまたありがとうございました。失礼します。